はい、ええー、二千二十一年向け、えー、弁理士講座のレベルアップゼミのガイダンスを。始めたいと思います。レックス専任講師の弁理士の安西です。えー、こんばんは。<laughs> 皆さん無言ですね。あの、振っときましたからね。はい、コロナ禍ですのでしょうがないです。えー、っと、皆さんお手元にですね。この。えー、チラシね。両面のチラシと。あと、この冊子になってるものありますか。同じ表紙なんで。 区別つかかなないいもしれないですけど冊子の方は B5 番になってますね。で今年の「レベルアップゼミ」もうこれ2013か14ぐらいからやってるんですよ。で私の前にもあとある先生がされてて私は201314あたりからやってるんでもう67年になるんですけどね。えー、まあ「L ゼミ」と同じぐらいの歴史はありますかね。 はい、で今年もやっておりますと、やりますと、で9月5日あ土曜日のこの6時から9時という枠を原則でやります、あのやらない日もあります、飛ぶ日もあります、でそれはですね裏に表があると思うんですよ、スケジュールの表が。ね、で9月5日やって、まあ、いきなり12日なしです。確かか日って何だってだたかな あれかな、あのー、ナビゲートゼミかな,あなんかナビゲートゼミがあったり何かあったりしてちょこちょこ飛んだりしますたまにね、はい、だ原則は土曜の6時から9時で、えー、最後は12月の12日というとこまでいきたいと思います、はい、でそれで、えー、最初にお伝えしておきたいのはこれ去年から入ったのかな あのこのゼミの主眼というものはここに書いておきますが、あの表のこの部分ね。あの自分の論文の書き方が正しいのかどうかっていうのは。あなた自分で判断する力を養ってほしいということなんです。おそらく今皆さん。答練編で書いたりしてね。で先生に添削していただいたりして。えそして。まあもうすぐ過去問。 をやっていく段階になると思うんですけど自分で書いたところで多分今,今皆さん何点ぐらいつくのかとかこれでで本当にいいいののかかっていうのはんんないと思うんですよねだそれじゃ困るというのはあ、まあ、最初はしょうがないんですけどもいずれ、えー、論文試験直前ぐらいになったらもう自分で、まあ、この出来なら大体何点ぐらいかなっていうのは推測つかなきゃいけなくなってますそのぐらいにはね。はい、そして まあ、なかなかしゃべるといつも私時間をオーバーしちゃうんで、はい、裏面行きましょう、はいえー、私のメッセージこの写真も初めて使われたんですけどこんな写真は私はあったんだというのがありましたけどね、はいえー、右側にメッセージありますねでここは毎年いつも変わらないことを言っています、えー、本ゼミ生たちはこれまで偏差値79などのトップクラスの成績で合格していきましたということで まあ大体あの宮口クラスもそうですしまあこのゼミ取ってくださった方あの再現答案集っていうのがレックから出るんですけどあその優秀答案の中で大体トップの点数を取ってるのは宮口クラスですだ大体私のゼミを取ってくれてるとでこれ79ってのは2016年の一発語学の人でえ衣装で79出たんですね偏差値で79って出るんだなと思いましたけどで逆算すると1,000人に1人ぐらいしてたんで おそらく受験者の中でもほぼ,ほぼトップ多分,ぶ多分ぶっち抜けてトップだったと思いますけどねあの答案見ても。はい、っていう人がいましたと。で2行目ね、えー、皆さんは論基礎特実答連編第1回問題1の答案をどのように記載したでしょうか えもしあれが本試験だったならばどのように記載すべきだと考えるでしょうかということで YouTube 見てらっしゃる方もねあのもし東連編の第1回え添削を受けて持ってきたかもしれませんけどそれがあったらお手元に出していただきたいなと思いますで今皆さん現場の方ももし持ってる方がいたら出してもらえればいいと思いますでこの冊子の方の1ページ目開いてください冊子の方の方 まあ 1, ページっ言ったらいいかなちょっと広めにお見せしますはいあれとなんかなんだこれ左,のう左上に論基礎「論文基礎の完成講座透例編第1回問題1」っていうふうになっててなんか答案らしきものがあるというふうに書いてますよね見てみるとこれ0.5ページぐらいで終わってるじゃないかって話になりますねはい あのこれはですね一応問題も持ってきたんですけど、まあ、記憶を呼び起こしていただければと思います。あのこれ当例編の特第一回の特第回問題1なんですあの発明意図が「漏したって言ってて、まあ、直接事項は「設問」がね29条1項3号の規定に基づく供述料を有するか「2」が39条1項「3」が肉の2。 まあ3点セットで拒絶されますかっていうお話なんですよ。はい、で、この答案は何かっていうと、あの私だったら、私が本心向けだったら合格ってことです。はい、0.5ペ,ページもいってないですね、終わるってところですね。でも、っと言うと、これでも私、長いと思ってるぐらいなんです。はいで 今の3点言った「共演流3点セット」っていうのは本試験で言うところの説問1に相当すするんですよで年によっては説問1が発明「意とろ」について共演流検討しろっていうから3点セットを2回回すこともあるんですよそういう意味ではこの問題が説問の0.5ぐらいしかないっていうふうにも言ってもいいかもしれない。通連とかになると「いいハーについてっつって3回転やる時あるんですよ。 そうするとこ,れこの問題、0.33ぐらいの説問ぐらいいいしかななう話になりますでそれに対してねあの、おそらくこういう板書がお渡しされたと思うんですけどもこれが今の問題のおそらく授業でこういうあの答案、参考答案みたいなのが渡されたと思います。で、1ページ目ね、1ページ目で、2ページ目と。 どこまで行ってんのっけかな3ページ目はで,ぐらいまで行っててますかね、まあ、一応これで60点ついてると、はい、で別に私はこれを悪いっつってるわけじゃないし、えー、授業でも別にこれを紹介するのは悪いっつってるわけじゃなくてあのただこれを生としてこれを基礎にしてこういうふうに書いていくんだっていうのをがんじがらめに思っちゃうと、ね、これが説問1だったりするわけですから。 説明して2.5ページ書いたら後ろ例えば説問括弧4までだったらどうするのって話になるわけですよ。そうすると当然、えー、こんなふうに2.5ページも書いてられないわけですよね。で論基礎の講座論基礎はその皆さんが初めて論文に接するし120分という時間もありますし、だから先生もおそらく答連の前後あたりでねあのまあ 普通に本気で書いたらすぐ終わっちゃうから、まあ、2.5ページとか3ページ書くのがどんだけ大変かあとかね、えー、ちょっとでもこう引き延ばして書くためにはどうしたらいいかっていうのを考えながら書いてくださいって多分言ってるんですよ。宮城先生も別にこの問題で,本試験でもそこの誤解がある人が毎年すごく多いんですよ。 それでべ論文の勉強を進んでいくともう最初から交わった方向に勉強していくことになるんであの言いたいわけですここで。なか分かってるわっていう人ほとんどかもしれないけどねあの意外に分かってない人多いんですだからここでそういう話をしたかったってことです。で先ほど言いました通りエルゼミでも何でもそうなんですけど、えっと、私はこの問題3点セットを書くんだったら0.5ページも書けちゃいけないと思ってます。でそれは当然文字数によるだろう 文字の大きさによるだろうっていうかもしれませんけど一番上にここに書いてますが私が答案を参考答案このゼミでも毎回渡す L ゼミでも渡してるんですけど、えっと、35時で20行で作ってます35時20行いうのは横が35時で縦が20行ってことです。で本試験の答案というのは縦20行なんで、まあ、行数は合わせてます。 で横35字っていうのは当然その人の文字の大きさによって変わるんですよね。で入門者はもっと小さく二25字とかの人いると思いますけど標準で考えるとだいたい30から32が私はいいと思ってます。なぜかというとあの特実は2.5で抑えろ一腸商標は4ページ3.5、ね、ページぐらいまでって言いますよね。 その量で、えー、合格のために必要なその要件を全部書,け書くためにはねページ数だけ決めても1行あたりの思い数が変わりやそれは内容変わってくるんで私はずっとこの「去問を研究してきたところ大体1行 30, 30から35ぐらいに収めると今言った2.5ページとか3.5ページでいい感じで収まってきます。ページ書いたたっって字が大きかったら 内容薄くなるでしょ。<laughs> そういうことなわけですよ。だページ数だけ切ってもしょうがないわけですよ。あのしょうがないじゃあまあちょっともうちょっと説明足りないわけです。そうするとまあ一行三十五字かな。三十五字って私が受験時は三十五字ぐらいなんですよ。数えてみると。ただ三十五は結構字が小さくなるのでまあ三十か三十二ぐらいが標準。で三十か三十二に。 あのやってもらっても、ちゃんと答案要請収まるように私は考慮して答案作ってますんでね、えーまあ、これを真似てもらったら一番いいのかなというふうには思っています。えー、っとそして続けていきましょうか、はいあこれ、これ割れたな、ごめんなさい、こっちはカンペでした、はいえーっと、今言ったことはこの辺で。 え論基礎では諸悪者向けの答案が展開されますそれは皆さんが初めて論文に接するからですとねまあしょうがないんですあ,のある意味便宜上ね、はい、ただ本試験向けに答案の完成度を高めていかなければならないことに皆さん気づいてるでしょうかと、ね、本ゼミでは入門者が言われなければ気づかないことに重点を置いて知らなかったでは済まされないことを年内に定着させるって言ってるのは今言ったように知らないでいかれちゃうと困るんで。 えまあ今日がその一つのきっかけでもあるということですね。で皆さんがまあ多分すごく長く書いたと思うんですよあの持ってこられた方々。でそれはいいんですあのその時はいいんです。で今日話したことは言ってないですからそもそもその時長くていいんです。ただ長いものをじゃあどこまで短くできるかっていうのを考えた時にえ短い方がいいんですけど要点外しちゃダメなわけですよ採点者が見てるところ外しちゃダメなわけですよ。 だ闇雲くもにもう何だあの何も計画なく短くすりゃいいってもんじゃなくて短いんだけど採点者が見るところを掴んでな一切限定されないとそういうふうにしたらそういうのはどういう文章なのかっていうのをやっていかなきゃいけないとでこの先ほど見てもらった私の1ページの答案もね「企、えっと、業権限特許制」とかって宮城先生方をおっしゃってると思うんですよ侵害系で。 類義を権限登録制とかねあれ大きな型なんですよで当然私も宮城先生の授業出てたんであの型は入っているんですで私はさらに例えば29条1項3項だったら同くとか肉の2だったら同くっていうのがもう自分の中で一分一も決まってるんですよだから29条の2だったらこの括弧3になりますけど括弧3の骨格っていうのがもう入ってるんでですよ毎回これで書くんですよ。 で例えば符号がね A が C になったりとか発明がね「い、e」が「は」になったりとかそれは問題によって変わるかもしれないけども毎回これです。でこれが、えっと、39条にも私が勝った自分の型があるし79条の選手用件もあるし、えーまあ、講師になってからいろんな問題解くのでこの条文はこうっていうのはもう結構固まってきてるんですよ。でそれで作っていけばいいんです。 要はこう書けばすごく短くてでも減点されないっていう方を決めて毎回それで書いてまあ書いいいじゃななって話なんですよそれを自分でどうしたらいいかとかあのどうやったら短くあの採点者が減点しないようなっていうのを模索するのは多分かなり大変。だって採点するのが ね、先生とかかししてもらわななきゃ分かんないしねだからよく私あの入門終わった後も言ってますけど論文試験って担当は別なんですけど論文試験って答え先に見た方が早いんですよこう書いたら点数取れるっていうのを見た方が早いんです過去問の勉強もそうですけど自分の頭を使って一から勉強してたらすごく効率悪いんです。でいすだから論文ほど答えを先に見ちゃった方がいい。 ずるい勉強法だとかなんとかっていう本とか,なんか東大生なんとか勉強法とかって最近よく見るんですけどあれもそうですよねなんか答えを先に見ろっつってますよねなんかねまあ大学受験なんか特にそうでしょうね数学も暗記だなんていうのは大体大学受験で出る数学の問題なんていうのはもうパターン決まってるんでこう来たらこうっていうふうに覚えたもん勝ちなんですよ。それと同じなんです 便利試験でこういうふうに出るこう出たらこういうふうに書くっていうのがもう決まってるんでそれを覚えちゃった方が早いんです覚えてこう来たらこう書くっていうのも自分なりに型を決めて毎回それで書いていけばもう済むんですよそれそれを一から編み出そうとしても時間の無駄ですで悪い癖っていうのを後で少し話しますけど、えー、とマイナスの方に受かんない方に努力していくとあのやんない方が勉強しない方が良かったみたいな結果になってきます、はい、そして えっとね、あ先にこっちから言いますかね。あのスケジュールを先ほど少しお話ししましたけども、えー、論基礎を違ってですね。えっと三時間まるまる講義です。当連編とかは演習時間があると思いますけど、まるまる三時間講義あります。はい。当連の時間はあり、えー、演習の時間はありません。はい。で何を扱うかというと、えー、っと論基礎の特異例題会題な 第七問第八問とかありますね。これはあの抗議編です。皆さんは実際答案作ってないと思います。宮城先生が答案作ったりなんか参考答案渡してるかもしれません。であの答案構成からあ一からやっていきましょうっていう話です。それ聞くとなんだ論基礎がもう一回やったもんもう一回やるんかっていうかもしれませんけど、えー、その理由は後で言います。で論基礎抗議編やります。答論編やります。 えっとね、時間あったら問もやります全部はできないけどね当然。であとレジュメの後ろの方に今日の冊子の後ろの方にありますけどえー、っと判例あのスーパーリチャージド判例っていうのは私あの宮口先生がもともとスーパーチャージド判例っていう講座をお持ちであの名前を頂い,いてリチャージドってやっ,にやったんですけどあのレジュメで5ページですか 5ページに抜粋で書いてますけどこれ何かっていうと論文用判例ですお盆に先生の判例道場出てくださいねって言いましたよねあれ絶対出てください、ね、あの時間ないから通信でも何でもいいの取ってくださいあれであれで全法域やりますから担当向けのものを全部やりますあれでちゃんと勉強してください背景とかでそれ分かった上で論文にこの判例が出たらこう書けっていうのを全部書いてるんですよ 逆にこれ以上書かなくていい必要必必要要なんだ、必要ふ必要十分か必要十分な記載にしてますだからこれを覚えてもらえばいいんですこれがだいたい50ぐらいちょっとあの改変しようかなと思ってますけど論文用に50ぐらいで、判例っていうのは趣旨もそうですけど知ってるかどうかで決まるんですよ試験現場でどんなに 裁判官が何を言っったたかって考えたら絶対出ない知ってるかどうか、まあ、もっと言うと答えが手元にある状態なんです答えが手元にあるのにそれを書けないってことはそれ勉強してないってことなんですよ、ね。で答え渡しますからってわけじゃないんだけどあのこう書けばもう絶対「丸つきますから」っていうのを渡すんでそれがなんかパンフ、うん、このチラシの合格者の講演のところにもなんか出てましたね,なんかねあの一応重宝してくれてるとか言ってましたけど。 で論文の道場夏休みにありますけども、まあ、もちろんそこで勉強してもら,いたいんですがもらうんですがそこから論文用にどういうふうに書けばいいかっていうのを抜粋なり要約するのもまた一苦労なんですよ。だからそれもさっき言ったように先に答えががあった方がいいんです勉強する過程でどんなに苦労したかとかそんなもどうでもいいんです結果的に,身につけばいいんです。 ななってももそそううででですするための道でもそうです別に今余計に苦労する必要なくて結果的に身につけばいいんですからその途中はショートカットできるんだったらショートカットしたらいいんです。はい、というやつねあと,、えっとこのあそうだそうこのねこれでいうとね衣装法のところに特別講義ってあるでしょ第7回と9回でこれは レジュメ冊子で言うと6ページになるんですけど異性法の類比判断おそらく入門生これどんだけ複雑でどんなにパターンが出てもうあの今皆さん苦しんでないかもしれないけどいずれこれで苦しめられるっていうことをあのいずれ経験すると思うんですけどあのそのためにもうこういうのをまとめてるんです私。 これ位章法の時系列3点セット解放マスター33セットもう5年ぐらい使ってるんですけど改底に合わせてバージョンアップしてるんですけど出願系の類比判断で全パターン載せてますで3点セット3条の場合はどう判断するのか3条の2は9条の場合はっていうのを全部でその一例がこの冊子の6ページ目。洗顔が まあ自転車とか自転車のハンドルって皆さん授業で書いたと思うんです。洗顔が全体自転車ね。で後眼が部分印象自転車のハンドル部分なんていう失眼があったと思うんですよ。あの授業でやってると思うんですよ。皆さんペンがあったらちょっと出してください。ね例えばね。あそして時系列一二三で上から三つあるんですよ。例えばよ。高さんが全体を失眼しましたとまあ自転車があるとするしますよね。 ね、で、おつさんがハンドル部分を出願しますから、ハンドルが実践で、その他が破線と、で、明卓幸さんの方が候補が出ましたっていうふうになりますよね、異常法ですから候補が出たってことは、当然、この辺で登録になったってことなんですけど、この場合に、えっと、おつさん側にどういう拒絶が来ますかっていうのを、もう永遠に書いてるんです、全パターン、全体対全体から、部品対部品まで。 で2の1の1ってなんでこんな枝盤ついてるかっていうと全体と部分の戦いって細分化していくと、あのー、ここまで枝盤つ,つくんですよね単純じゃないんですで真ん中のパターンっていうのはちょっと実験列が変わって江さんがまず先にあの出願しますよねで候補出ますよねでその後におつさんが 部分意志を出したと。でこの場合におっさん側にどういう教育しますかって話です。まあ一番下あの出願してないパターンですけどねうさんが。でこれを あの異章審査基準なんです全部。異章法先に言っておきますけど、異章法って本試験レベルになるとほぼ法文書開かないです。なぜかというと法文の知識を取ってないんです。ほとんど審査基準なんです。で審査基準見れないので頭に頭の中に入ってなきゃ解けないってことなんですよ。で審査基準見てもらえばわかりますけど、多分皆さんは理解できないと思います。 あの審査基準っていうのは実務者向けに分かってる人向けに書いてあるので分からない人が読んでも絶対分からないですで分かる人が読んでもあの一生審査基準は分かりにくいと思います私は <laughs> はいだから私全部今みたいに絵にしてます全体対全体から、ね、あの部品対部品までしかもあの3つの時系列でで出願系だけじゃなくて 侵害系も用意してて、侵害系っていうのは無権限で侵害の場合もあれば。実は自分が洗顔一生懸命じゃなのに侵害になるっていうパターンもあるんですよ。それ全部パターンは、パターン分けてます。で、あの、中上級生も。衣装、法うわかんないけど、だいたいここで詰まってる。んです、す皆さんは、この恐ろしさを、多分まだ気づいてない。っていうか、気づく場面がないんで、気づいてないんだと思います。別に皆さんが悪いわけじゃなくて。 あのいずれ、えーまあ、手遅れにならないように、まあ、その苦手意識を覚えることなく受かっていってほしいなっていうことでこの時期にやりたいっていうだけです。やりたいっていうことです。まあ、一応ね審査基準のねあの法則をね三法則比較三原則じゃないけどあのこの3つなんですよ。<laughs> 一言で言うと。この3つのつ法則を こううまく組み合わせると、全部これ解けるんです。全部パターンいけるんです。集約すると、この三つの原則だってことに。二三年前には私気づいて、あのー。これが分かっていればね、解けない問題ないです。過去問に出てないような問題も全部解けます。で、パターンがいっぱいありますけど、全部丸暗記しようとは言いません。あの、このさ、三つの原則に従って、この三つの原則に従って。 えー、自分の中でストーリーをちゃんと立てていければおのずと答えが出ますからっていう話をします私も別に全部全部パターンを暗記してるんじゃないですこの3つの原則に従って組み合わせの仕方を頭に入れてるんで、えーまあ、答えが出るということですね、はい、あこれあの後で見,見たい方は見せますんでね、はい、そして えー、まあそういういことです論基礎の講義編って書いてますけど当年編もやるし時間あったら囲むもやるし、えー、判例もやるし今言った遺書法は、ねまあ、特別講義というところでやりますんでね、はい、だからなか講義編しかやらないのがいっていう思った人いるかもしれないですけどあの講義編なんかはさっと通過しますんでねあのここに書いてないものの方があがボリュームとしては大きいと思ってください。えーし 戻りましょうじゃあここをねえ5つの特徴、まあ、今頃なんですけど、はい、上からお話ししていきたいと思います。論、えっと、の問題をベ、まあ、ベーーススととししてて扱いますでなぜかというと、えっと、講義で習った問題でもいきなり合格答案を作るのは難しいってことで、まあ、実際この講義編は皆さん書いてないというのが一つと。 あの毎年これまでねその新作問題を扱う年もあったんですよだけど新作問題やるともうまるでダメっていうかもうボロボロなんですよねそんなに難しくない,のもない問題を使ってもそうするとその新作問題をもう一度一から復習し直してってなると入門講座もある中皆さんきついんですよっていう声のがが多かったんですよ なので数年前からもうこの論基礎をベースにしてやるっていうふうに決めましたで論基礎も多分復習が不十分な人あと木曜日出てない人とかもいると思いますしあのいろんな疑問を残したままやってってると思うんで、えー、こっちの方がいいのかなと思って、えー、新作問題ではないというカリキュラムでやってるということですそして2つ目 えっと、自己流では悪い癖が身についてしまうというのは先ほど少し話をしたんですけどあのまあ中上級生に多いんですが中上級生でね私の「エルゼミ」とか出てくれる人あの私のこういったゼミを受けずに中上級生に成長されたわけですよ。<laughs> ね、そうすると問題見たもう答案見た瞬間にうわーって感じの人が多いんですエルゼミっていうのはね。 で結構5年とか10年とか、まあ、15年とかやってらっしゃる方もいるんですけどまあこれ浮かんないよねっていうあとはもう見た瞬間に分かるんですよ。でそういう方ってその悪い癖があるとか自分に悪い癖が身についてるとかさっき言ったこういうふうに書けば点数が取れるのにっていうのを知らないんですよ。で知らないで自分流で書いていくからそういうふうに点数がつかない方で固まっちゃってどんどん固まっていくんですよ。 で何年か前に言われたのがこれ去年も確かに言ったと思うんだけどあのエ、ー、ルゼミで言われたのが「あの先生自分が間違った書き方をしてるっていうのは分かってるんですと」と。直したいとは思ってるんですと。だけどあまりにももうそれで何年もやりす過ぎてきててもう今さら直せないんですと。で練習も時間のない中焦ってやるとあの直そうと思っててもやっぱり字が出てくるんですよ。 うん、そうするとねまたそこで悪い答案悪い癖をそこでまた固めてしまうってだから皆さんは今初学者の段階なのでそういうふうにならないように逆に今何何もも染まってない何も知らないからいいい知ららかんですよだ最初変なもの入るとダメなんで最初から正しいものを入れていきましょうっていう話です。 そういい癖っていう意味ね悪い癖じゃなくていい癖をつけて,ってくださいって話だからさっきの偏差値79の彼にも当時言ったのを覚えてますけどあの彼から、ね、その彼からあの先生中上級生の悪い答案ってどういうのなんですか見たことないんですけどなんか見せてもらえませんかって言われたときに私は見るなって言ったんです見せる気ないし見るなって言ったんですで中上級生とまあ話すなとは言わないけど 答案の指導とか,なんかそういうのは絶対やめろって言ったんですあの中上級生で結構見せたがる方多いんですあのあとこう分かってるから入門生にこう指導したいような方もいるんですよで一切聞くなってたんですそれは全部そっちに引っ張られるんでやめなさい、はいえー、まあそれをエルゼミとかで強制してるわけです今ねななかなか あの,答案の書き方方がどううかなっていう方はねもちろんそういった方も頑張っているので我々はあの強制して応援していく立場にはあるんですけどねはいそして、えー、もうちょっといきますか2つ目ですね、えー、このあ当案」ですねそう「エ L 字」もそうなんですけど当案って演習編は確か木曜日この場で書いて出して次の週前先生で添削してくれると思うんですけどそういうことしないです。 まあ元々講義3時間ではあるんですがえっと授業終わったらその日扱った問題好きなもんでいいですから好きなもの1問選んで次の週まで書いてきてください復習をした上でだからこう書くんだっていうのを分かった上で意識をして書いてください結果的に私の答案のコフペになっても構いませんはいそれはちゃんと復習してるってことになるって何が言いたいかというと逆に闇雲に変なこと書くなっていうことです 習った通り構成崩され、まあ、手にテニオフは若干変わるぐらいいいと思うけど全然違う書き方はするなよって話です。後で「話しますで細かい添削をします」っていうのは、えーと「答案の流れ根拠上部の正語はもちろん不要な記載形式不備用語の使い方日本語表現の正語までチェックと」とこれはよく聞かれるんですけど実際の本試験の採点 試験医の先生がどこまで細かく見てるかっていうことは言われるんですけどあの先生も言ってますけどおそそそらくくねんんなななな細細かか見見てていいいいとと思まます <laughs> こますこででただ私この段階で細かいところを見ないよとか誤字脱字があってもいいよとか主語・述語噛み合ってなくてもいいよって言うわけにいかないんで細かく見ます。あと私 あの正確なのか分かんないですけど気づいてしまうんですよなんか光るんですよ間違ってるとこが実はさっきのねあの、まあ、これ <laughs> あんまりあれかなさっきねパーッと見たんですよこの,あのなんか参考答はそしたらねこれ該当するの外違うでしょ該当するのいいってこれででいいんだっけんんでしょとかね <laughs> なんかね なんんかね気づいちゃうんですよ私あなんか違うってでおそらくそれはですねあの事務所いらっしゃる方事務所で技術者とかされてる方特に分かると思うんですけど明細書とか意見書入所した時のこと覚えてください入所して間もない頃新人の頃明細書とか意見書を書いて上司に持ってきますよね指導してく先生のとこにね。で自分ではすごくいい出来だと思って持ってったら。 誤字脱字があったりとか、論理が全然違うとか、主語と述語が噛み合ってないとか、いろんな指摘を受けたんじゃないかと思うんですよ。でそういう人多いんですよ。で、我々こうやって喋ってる時って、なんか,か主語と述語が噛み合ってないとか、もってば日本語で主語を省略するような言葉ですから、でもその中を頭の中で補ってコミュニケーションを取ってるわけですよ。喋り言葉っていうのはある程度あの変なことを言ってもいいんですよ。 なんか正確じゃない表現をしても分かるんですだけど書き言葉って戻れるのでこれ,これなんだっていうふうにやっぱ思っちゃうんですよ変なこと書かれると。で私今言ったように細かいとこまで見ちゃうとか気づいちゃうんですっげえ違和感を感じるんですよそこ。A 型だからってド A 型だからって言われることもあるんですけどあの句点の位置が違うとかね <laughs> なんかね あのまあ、だからそれはね便利試験上どうかっていうのよりはなんか私のなんていうのかなやっぱ新宿宮内クラスを出た合格者ちゃんとした文章を書けるねっていうのでやっぱ我々送り出したいんですよ。受かった後になんか,こうなんかこう今年のじなんかこの合格者、ね、なんか文日本書けねえなみたいな風なよりはねやっぱ あのそういうところも評価もらえる先生あの合格者になってほしいなというふうに思いますねで。それが余計な苦労だったら別なんですけどあの論文試験は今皆さん今まさに始めたとこなんで、まあ、それも合わせてやっていけばいいんじゃないかというところでそこままで見たいいと思います、はい、あとはですね、えー、あホワイトボード これは実際私が受験時代に勉強会をやってた時もそうなんですけどホワイトボードを使って答案構成みんなと一緒にやっていきます、はい、答案構成みんなと一緒にやっていきますだそこで何か分かんないところとかあったら言ってくださいあの「目標表も実は解決疑問解決できてなかったんです」とかいうところは言ってください、はい、そして毎回完結答案 回答例と復習の手引きっていうのを用意しますで完結回答例っていうのはさっき一番最初に見てもらった1ページ目のやつ0.5ページぐらいで終わってるやつはいでこの「復習を手引き」っていうのは何かというとこの「型」と約束ご「約束」ごと「作法」っていうものをあの書いたものですで先に言うと「約束」ごと「作法」って何かというと、まあ、型はいいよねさっき言ったように「企業権限」とか「あの29条に言えたら降格」っていうのは型です 約束ごと作法っていうのはこれ毎年言ってるんですけどあのこう問われたらこう書くとかここまで書くとかそういう決まり事があるんですよ。それはなぜですかじゃなくて慣例的っていうのかなあの、まあ、レックもそうだしその便利士受験業界がこの長い歴史の中で、えーまあ、積み上げてきたものなんですよ。ここうう問われたらこうと で一番いい例,は例えば分割<え>あの単一性違反なんていう共通理由があるわけですよ共通理を上げようでそれに対する措置を上げようみたいな問題で出るわけですよ。で単一性違反に気づいたそしてそれに対して措置は何ですかと問われたから分割をします。で問題に答えたことになるじゃないですか。ですよね。ですよね。拒絶見つけました単一性違反だった何ができるかって言われたら分割できるでいいじゃないですか。 だけど分割書くときは主体客体、えー、時期手続き全部当てはめてって最後だから訴求するってとこまで書くんですよ。なんで措置を上げなさいって言ってるだけなのにそんなとこまで上げるのかっていうのは一見矛盾してる矛盾っていうかなんか違うように思うんですよ。措置上げ落ちて言うんだから分割でいいじゃんっていうところをわざわざ書くなんでそういう慣例。 約束ごと違う、まあ、私作法とかって言いましたけどそういうもんなんですよ。だそれを知らなないいと点数つかない分割できるって一言やったら主客自てこの配電全部落としますから絶対受かんないです。でそれちゃんと書けるかで逆にそれ知っちゃうとあこれ分割でしょ分割だからもういつも通りのあの流れだよねっていうので私も44条の流れ全部もう決まってますからね。 で何ページぐらいでだげられるるっていうのは頭にあるんですよ全部そうすると答案構成した段階で「あここ分割ってことは大体 0. 何ページぐらいだからここにかかる時間は何分ぐらいだ」ってそういうのを積み重ねていくと答案構成終わった時点で「さあ残り何分、うん、よし結構時間余裕ができるな」とかねあの冷静に判断できるようになります。それがうわーってなってるともう知らない間に時間がなくて。 最後書き上げられなくて終わってしまうなんてこともありますよね。でそういったものをまとめたのはこの私の手引きのあれはレジュメの34ページ。まあ、これはあのー、さっきの問題3点セットの説明のところ引っ張ってきたものです。ページねで あのピンクある方はまあ別に色染めなくてもいいけどねあの授業ではこんな感じでやっていきますけどあの新規性で拒絶される場合ねあの新規性で拒絶される場合って決まっもうパターンが決まっててまとめるとこの2つなんですで大事なのは質が前ねこれ「ひまえ」とか書いたらバツにしますからね前じゃないです,よ前なんですよ自噴まで見ると。 ひまいってやったら同列ははじかれますからね。で、えー、2つパターンがあって、一つは出願にかかる発明。これはクレームに書いてある発明のことを言います。が、高知になってるか。または、海外年は高知になってるわけです。だい、鉛筆っていうのを出願したときに、赤鉛筆が高知になってたら、もう鉛筆はあの新規性なしですよね。大福は、大福っていうクレームを出したときに、いちご大福が あのコーチになってたら大福は新規制なしですよねでそういう場合どうしたらいいかというと、ん、みかん大福とかメロン大福が目最初に書いてあればそれに厳粛するわけですよそうするといちごとメロンは同意概念になりますから新規性出るわけですよねはいそんな感じですで進歩性は何だついうとここになってきますね進歩性の基本なんですけど意外に、えー、分かってない人がいます 進歩性性はまず新規性がななきゃいけないんです、はい、だから一、出願前に出願前に出願にかかる発明つまりクレームに書いてある発明ねと同一でない発明が交通となっていること同一だったら新規性違反ですから、はい、で当業者がその交通発明に基づいてクレームに書いてある発明に要因相当できたら新法性違反なんですよ ちなみにここ基づいての図がないのは送り仮名の間違いじゃなくて特許法29条2項は図がないんです。はいで一書法3条2項はね図があるんです。はいそんなのはどうでもいいんですけど。はい、で、えー、新規性があっても新法性で拒絶される可能性があるため29条2項の検討は常に面倒に置いとくべきだ。それはそうですね。で質願前に高知発明が全くない場合っていうのは実は新規性の検討まででいいです。全くない場合は。 基づくべきコーチ発明が全くないんですから、進歩性を検討するには、ちょっと遠すぎるんですよ。だから、出願前にコーチ発明が全くないんやったら、新規性ありだ、で、それで止めてもらっていいです。もちろん書いてもらって、罰じゃないんですけど。で、お、え、す、っと、えっと、べ、えっと、論記層の授業を講義編か、答練編で。気づいた方いらっしゃるかもしれませんけど、進歩性まで踏み込んでるパターンと、踏み込んでないパターンがあると思います。 案で、はい、多分今年もそうだったと思います、はい、そこの違いはここだと思ってもらったらいいですね。はい、って感じかなあとね、まあ、こう色だけにしますけど29条の2っていう拡大線が、まあ、順行値って言った方が本当は法趣旨に合ってるんですけどね 相手になるのは国内出願であるとかって何ですかこれって言うかもしれないですけど29条の2っていうのは41条3項の国有やった時の見な,し拒絶、ね、見なし公開による拒絶だとか、えー、いやヨの13、えー、皆さんいやヨ道場大丈夫ですかゃなくて <laughs> いやヨの13も肉の,肉の2の特例なんで。 あといやよの15っていうすごく面倒くさい規定もあります全部この肉の2がベースになってますんで肉の2をまず押さえてくださいそれができると41を3項だとか184条の13だとか184条の15もっと言えば異常法の3条の2とかっていうのも全部これは使えるんで基本は大事だねって話ですはい。で国内出願であるって書いたのはえっとパリ油とか P.C.T. と,とか絡んでくると外国米国の質がどうだこうだなっていう問題もあるんですよ。で、たまに受験生がよくいるんだけど、米国の出願によって二十九条にして拒絶されるとかって書く人いるんですけど、そんなことあるわけないでしょ。まあこれエルゼミでも使ってる文案で、えー、そういったハイレベルなところまで対応できる記載になってます。はい。で、三十九条まあ色だけ塗っときますけどね。三十九条もね簡単そうに見えて意外に難しいんですよ。 まあ基本はクレーム同士の戦いですクレ,ームになクレームが同一じゃなきゃもう政府とことになりますね。ただ39条の場合っていのはその処分が確定しなきゃいけない宣言の時が確定しなきゃいけないと。まあ、設定登録されてなきゃいけないっていうのは前提条件なんですけど論文試験はねその辺が曖昧なんですねあの。中で書いてますけどまた。でこれだけはね切り分けがちょっと難しくてどう判断するかは センスというか、センスってあれだな、あの慣れですね。ちょっとここね、理屈で語りにくい、語りにくい。なんかこう、この問題だから、それは考えなくていいんだよとか。いや、この流れで来たら、考えるでしょうとかっていう風に、なんか感覚で分ける。しか、ちょっと私は。講師としての力が、まだまだ足りないので。説明ができないなって感じがします。はい、って感じですね。まあ、進歩性右側にいろいろ書いてますけど。 えー、まあそういうことですね、えー、と6時になりましたので、ね、45分になっちゃいましたんでね、えー、と何かすょと全体でご質問ある方少しだけ伺いますけど何かかかありまますすいいらっしゃいますか、まあ、ここにいらっしゃる方はいつでも私あの <laughs>、ね、い,いますからね何かあったら聞いてもらいますけどかあります全体に対してこうみんなにい聞いといてもらった方がいいんじゃないかみたいな質問あります 大丈夫ですか。えっとなんか資料だとかあの実際は去年渡したあのレジュメとかね見たい方はもあのありますんで言ってください。あのお見せしますんでね。はい。えー、じゃ九月の五日あ開講でございます。すでに、えー、何人かの方あお申し込みいただいてありがとうございます。えー、定二十五でいきますんでね今年もね。はい。えー、じゃあなかあったらこの後質問に来てください。 はい、じゃあご検討よろしくお願いします。